Hello, apples. Welcome or welcome back to the channel. Oh my gosh, I don't want to cry sky high. Today we're on episode 17-1 of the first. We are almost done, guys. I'm so sorry, but we're finally almost done. Like I said, these episodes have been way too long lately, and 17-2 is an hour by itself. So we're just gonna do 17-1, then I should get to 17-2 soon. I'm gonna give you guys a date because I'm not too sure when, but. Oh my gosh, I'm about to cry because Sky High literally be making me cry. All right, let's go. Oh, let's go. 来ること分かって作っている曲だったから、まあ、それをこう体現してくれ。Oh, is my subs on? They are not. それてとても嬉しいっていうのが一つなんだけど、やっぱりそれ以上に、あの君たちの言葉になっていたことや、君たちの歌になっていたことや。それを鳴らす人の顔であったことや、何より本当にバラバラなところから来てバラバラな思いを抱えているみんなが、あ、ここまで一つのチームとして素晴らしいものを見せてくれたことに、自分は今世界に存在するどの言葉を使っても、あの、この感情を表現することができないです。感謝や感激もあるし、興奮もあるし、きっといろいろ前向きだけじゃない気持ちもあったであろうことは節々では知っているから、あ、今日本当に君に出会えて本当に幸せです。ありがとうございます。 Oh my god, stop! じゃあ劉平やってみてどうでしたか？本当に言葉に出ない感情しかなくて、本当に今までこの合宿で頑張ってきてよかったなと心の底から思ってて、やっぱ苦労とかも含めて毎回の審査で課題があって、やっぱそういった中で壁を乗り越えてここまで来れたことを本当に僕にとって幸せでしたし、嬉しかったし、何よりも自分だけじゃなくて頑張ってくれた周りのメンバー、甘えさせてくれたことも含めて本当に尊重し合ってこそのこの作品になったと思うので本当に感謝します。ありがとうございました。あ、1ヶ月の合宿でうまくいったことばかりじゃないのは分かっているけれども、グループパフォーマンスをしたときに自分の個性を 100% 生かした状態で、しかもそれがさらに研ぎ澄まされていって、それが仲間を引き上げていって、引き上がっていった仲間にさらに押し上げられる、あ、素晴らしいパフォーマンスを見せてもらえたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ルイ、はい、でまた本番終わったらこの気持ちになって、複雑な気持ちになって、なんかとても今不思議な気持ちです単純に今音楽はすごいってもうずっと頭の中で思ってて、人の感情を揺さぶることができることもすごいし、何よりその感情を揺さぶるだけではなくて涙を流せるっていうことが、あの、すごい音楽ってすごいなって思います。この1週間嫌なこととかあったけど、やっぱりこの11人でやりきってとても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。楽曲が始まってから終わるまで誰が歌っている時も自分の表現としてずっと感情を途切れさせず楽曲を自分のものにしているのはアーティストとしてめちゃくちゃ強い強みだと思います。ありがとうございます。素敵なパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。レオ、はい、まずこの、ま、パフォーマンス中に、ま、ここにいる11人以外 の、 あの4人の顔も一緒に合宿に来た4人の顔も出てきて、本当になんか1ヶ月とは思えないほど濃厚な時間を過ごせて、その一瞬一瞬1秒1秒が僕にとってはみんな一人一人が、あの、かけがえのない宝物で、Oh no, don't make me cry. 一生
心に残り続ける宝物ができました。まあ客観視できてないのはあるんですけどきっと僕ら色のトゥーザファーストができたと思います。本当にありがとうございました。ありがとう。客観視できないのはもう僕も一緒で本当に困っているんだけれどでもどんな目線から見ても高いクオリティだったのは間違いないので、本当に誇りに思ってください。まだまだ突き詰めるところたくさんあると思いますが心から応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ラン、はい、まず本当にこの11人でこのパフォーマンスを披露できたことにすごいもう感謝しきれないくらいの感情でいっぱいなんですけど、今日本番が始まってこの11人でパフォーマンスするっていう時に緊張をいつもよりうわーじゃなくてワクワクに変わってて、でそれと一緒に自信も出てきて、何が足りなかったかって本当にこの素晴らしい僕含め11人が集まってみんなが信頼し合ってるからここまでいい作品ができたんだと思って、本当にこの11人で信頼し合ったからこそ自分も自信が持てたし最高のパフォーマンスを見せれたと思って、やっとまた本当の僕を出せたし、この10人に甘えることができたし本当に最高のステージになったなと思いました。ありがとうございました。ありがとう。まさにパフォーマンス見てランに今日伝えようと思ったことはそれでした。今日は一曲通して同じ感情のままパフォーマンスを通してやることができたし、絶対あなたのアーティスト人生にとってプラスになったと思います。素晴らしいものを見せてくれてありがとうございます。ありがとうございました。そうだ、Oh my gosh. はい、15人この合宿に集まって本当アーティストとしての才能があふれた14人を目の当たりにして、正直その不安も増した時期もありました。なんですが日高さんはじめ本当に この合宿でたくさんの愛をいただいて、メンバーもスキルだけではなく本当に人間としてリスペクトを持ってみんなで成長していくっていう日々を感じるごとに、僕は本当に目指してここまで頑張ってきてよかったなっていうふうに本気で今日は確信に思いました。このステージでの今の披露は、まあ、細かいことだったりっていうのは客観視できていないんですが、空気感だったりその本当に最後のポーズを決めた瞬間の込み上げてくる感動っていうのは確実に偶然じゃないなっていうか、このみんなの本気の空気から生まれたものだなっていうのを今信じているので、とりあえず今日この本当に素晴らしいステージで15人、レオ君も言ったように本当4人の顔も浮かびながらこの合宿の集大成という形で最高のパフォーマンスをできたことを本当に感謝でいっぱいです。日高さんはじめもう全ての方、メンバーも全て本当にありがとうございました。 Oh my god、 そうだ、こちらこそ本当にありがとう。今回のコレオグラフは歌詞の意味だけじゃなくて、なんでこういう歌詞になったかっていうことや、おのおのが歌うことの意味とかそういったものまで組んだコレオグラフだったことに何よりも感動しました。空を飛んだソータにも当然驚いたし圧倒されたし感動したんだけど、やっぱり一番評価したい部分はそこではないです。一番初めの歌い始めから最初のフックでみんなが踊り出すところまでのストーリーがすごく伝わってきました。たったの1分半とかが何時間とかひょっとしたら何年とかそういったものを感じさせられたし、自分の何年の辛かった思いとかが君たちのパフォーマンスと共鳴してしまって、正直始まって1分半で早速泣かされるとは思ってなかったです。ものすごく高いクリエイティビティを見せてくれてありがとうございます。ありがとうございます。れいちゃん、はい、この11人でパフォーマンスをして一番最後こう背中を向けてポーズ決めた時に見てたのが、
この11人で To the First を披露するのが最後になるんだなって、最後だぞバーンみたいな感じ殴られた感じ。I've really grown to love him so much. He's become one of my favorites. 横見てたらみんな泣いてて、もうなんだよって思っちゃって結構通り過ぎなんだよ。なんか俺、僕どの審査も毎回泣いてるから、確かにこの合宿の最終審査ではなんか泣いてないところをみんなに見せたいなって思ったのに。そこなんだね。だから、Oh my God, Sean, that? やべえじゃんって思って。I love, oh my God. 本当に一生の思い出だなって思って、リオくんが言ったように死ぬまで絶対に忘れない思い出になったな。思いました。もう本当最高でした。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりステージ上でパフォーマンスするアーティストって感情をストレートにさ届ける必要がやっぱりあるわけで、すごくだから大切にしてほしいことはきっとそこだったと思うし、そういう感情を持ったままステージに上がれたこと、そういう感情を、もうてらいも恥ずかしげもなく集団で共有できたことっていうのは必ず強い財産になると思います。素敵なパフォーマンス、ありがとう。ありがとうございます。翔太。はい、前回の審査で僕は課題が分からなくて、自分の中で分からなくてというかすごく壁にぶち当たって、その時に日高さんにいただいた言葉の音楽ファーストで考えようっていう言葉がずっとこの1週間自分の心の中に刺さってて、でこの To the First という楽曲を一番いい形で表現しようとか自分なりに歌いたいって思って、その To the First を考えれば考えるほどみんなの顔が見えてきて、普通に喋ってるだけでもそれが僕の中で音楽に感じて、なんかそこでもう音楽を作っているみたいな感覚でずっと1週間過ごしてきて、でその流れでこの本番のステージに立てて、でみんなのことを感じながらこの楽曲を披露できたことに、歌いながらずっとなんかわあ音楽やってるわっていう か音楽ってこれだみたいな、音楽ってやっぱ好きだなっていうのを一番感じたステージで、それができたのはこのみんなが同じ気持ちでというか、ところどころ目を合わせる、レオと目を合わせるシーンだったりとか手を重ねるとことかでお互いを感じながらステージライブができたのが僕はすごく幸せだなって感じて、もう嬉しいっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。ありがとう。音楽を楽しんでいる感じがすごく伝わってきたし、音楽に乗っかってる時のあなたが一番素敵です。それは本当に僕にとっても幸せなことです。ありがとうございます。ありがとうございます。Oh gosh, Junon's next. Junon。 僕この審査が初めてこういう系統の曲をやるんですけど、本当に今まではちょっと笑顔で明るい曲とかちょっとそういう明るいテンポの曲が多かったんですけど、今回こういう何ですかね、熱い炎を燃やす感じの熱い曲をやって、なんか最初は本当にどういう感じの表現をすればいいのかとかすごい考えてたんですけど、みんなが踊ってるのを見ていろいろ学ばせてもらったりとか、ダンスの振りとかにも関して もう本当にサビの振りがすごい難しくて覚えられなかったのを何回も同じとこ聞いて教えてくれるメンバーがいて、really、本当に助かりました。ありがとうございました。何より本当に今日マジで楽しかったです。本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとう。ダンス自体とジュノンの距離がどんどん近づいていってるのは、はために見てても分かります。ダンス楽しいなという感情が少し見えてくるようになったのはすごい心強いです。この調子で頑張っていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マナティ。はい、マナティです。ごめんごめん、マナト。この曲って多分その一番最初にしっかり聴いたのって合宿に来た初日。I'm sorry, that took me out when I was最初合宿約1ヶ月って聞いたときに、
ちょっと長いなとか、いや、I still can't get over his face. He said, "When Matty here." Oh my god. Okay, I'm so sorry. I'm sorry. I'm trying to pay attention to what he's saying, but that took me out. Okay. 1ヶ月って聞いた時に、ちょっと長いなとか、いや、短いのかなって、なんかどっちなんだろうって感じだったんですけど、普通に今日この曲パフォーマンスしているって考えたら、すっごく短く感じたなっていう。本当にこんな短い1ヶ月あるんだって思って。Right. そうだよね。ちょっとそこにまずはその自分でも驚いてるっていうか、その合宿来る前まで、まあ、ちょっとすみません、ちょっと関係ないこと言っちゃうかもしれないですけど、うん、あのめちゃくちゃ頑張ってもどうしても結果がついてこない時期があって、なんか一時期レッスンにこうあんまり行かなかった時期というか、うん、あったんですけど、あのこの合宿に来て改めてあの音楽が好きだなっていうことに気づけました。あの約1ヶ月ありがとうございました。ありがとう。あの本当マナとの表情が一つ増えるたびに、声の表情が一つ増えて歌の表情が一つ増えて、それはきっといい循環を今後もどんどんと君にもたらしてくれると思います。素晴らしいパフォーマンスをありがとうございます。ありがとうございました。りょうき。Oh God. Don't make me cry. 正直最初、まあ、みんな思ってたねって昨日話をしてたんですけど、最初の2日3日目泣けーってもうなんかちょっと自分の中でもあのその時はそのすごくすぐにぶつかった壁が生まれた瞬間だったから、個人的にもそうやってこうなんだろうな、すごくこうマイナスな気持ちになっちゃったりする時期っていうのがあったんですけど、本当にこの15人、合宿で本当に刻んできた時間っていうのはかけがえがなさすぎて言葉にもできないし、最高で神様だと思うんですけど、あの特に B チームから一緒だった龍平とかランとか、特にその今日パフォーマンス中にランとこう目を合わせて、共にその後に共に絆を刻もうっていう歌詞がある前にランと目がずっとあってお互いウィンクし合ってるんですけど気づかなかったその時がもう本当に幸せを感じて、もうなんか本当に刻んでお互いに刻んだなっていうのがもう毎回毎回しっかり確認できたし、なんかそういうのも通して本当にこのメンバーでここまでやってこれて最高だったなって思いました。 ありがとうございます。ありがとう。いやそうだよね、俺も最初1ヶ月って言われたら長いってみんな思うだろうなとは思っていましたそして実際に審査のたびにあの1週間短いなと思うだろうなということも思っていました。あこういうねエモーショナルな楽曲になるとスッと入ってくる涼希の声の攻撃力、ダンスのエッジっていうのはすごく武器になったし、トゥーザファーストに欠かせないパフォーマンスをしてくれたと思います。素敵でした。ありがとうございます。ありがとう。最後シュント。いやなんか僕最後にするシュント looks so freaking cute 本当に思うんですけどなんかいつも本当に何語彙力なさすぎて全然言いたいこともまとまらずに言えずに終わっちゃうこと多いんですけど、でも本当になんだろう、このステージを本当に用意してくれて本当にありがとうございました。そしてやっぱこの1週間という短い期間でここまで作り上げられたっていうことにすごい感動してて、なんか昨日の夜とかもずっと昨日撮った動画を永遠に見ててなんかりょうきくんとあのジュノンくんと部屋が一緒なんですけど、ずっと見てても飽きないねって3人で話してて、そんなそのパフォーマンスを1週間でしかも11人で初めてやるってなったのにできたっていうのは、やっぱみんなの思いが一つになって練習に取
取り組めたかなと思いますし、やっぱり何より支えてくれたスタッフの方々と日高さんがいてこそのこのステージだと、僕は思ってるので、本当に、感謝してもしきれないです。ありがとうございました。ありがとう。1ヶ月の中でシュントのことで改めて気づいたのは、 あなたは天才と呼ばれる部類の人間ですね。どの曲を聴いてもどの曲をやっても絶対にシュントになるっていうそういうところをすごく見れたのはこの合宿の大きな発見でした。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございます。 It was an amazing performance. And what he said about All One Heart, I felt that they really なんかすごいことになってるぞっていうのは何日か前から聞いていたので、なんかお返しできるものないかなと思っていたんだけれども、もしよかったら受け取ってもらえないかなと思って用意しました。ネーム入りはデビューが決まったらだと思っていたから、これ渡すの早すぎるかなとか思ったんだけど、あもう今渡すしかないなと思って、感情に従って渡させていただくことにしました。もしよかったら来てください。ありがとうございます。 I just can't. No one. Oh, I'm gonna cry sky high. Why are you like this? ありがとうございました。ありがとうございました。He is literally the perfect mentor and CEO, like, ever, that I've ever, ever seen. He cares so much about his artist. これをいただいたのも、なんかわがまま必然かなって思うんですけど、そうだね、確かに来てらっしゃるじゃないですか。To the first を一緒に踊っていただけませんか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダメだろ、たぶん。無理だろ、無理だろ。He would say no. ダメだろ、無理だろ。難しい。無理無理無理。そんな、絶対無理。あれ？あれ？あれ？ Okay, let's go! じゃ、ちょ、あれ？あれ？やりましょう。やったー。なんならやりに来てるとこもあるからね、ほら。バチッとね。最高だ。やったぜ。やりたいな。来てやろうか。ちょっと着替えて。これはまた別バージョンということです。あ、マイク。マイク置い。 Okay, so I want to let y'all know that every time this song plays, for some reason, to the first, that's why if I ever put music underneath of a song, it's because it gets blocked. And to the first gets blocked every single time it comes on. So I'm definitely have to put music underneath of this. That's why there was music underneath the last one. And I had to put a filter because it wouldn't let me. It was blocked in all territories. So.Yes, I just want to make something clear. That's why I've been putting filters and music underneath some stuff, because some music, especially in Japan, just copyright so bad. All right, I'm excited for this. Hey, hey! Oh, let's go high. Oh! なんかみんながこう見えてるじゃん。I love this. What? やるぞって気持ちになっちゃって。引っ張り上げられましたね、自分が。 Get out and dance with his artist? Like, come on! Oh my god, this is my love sky high so freaking much! Alright. Okay, okay! Oh, okay! 15歳のプロやってるから俺がもたもたするわけにいかないんで、なんかスキルというか見せなきゃ、キャリア見せなきゃと思って Let's go! めちゃくちゃ集中して涼しい顔で振り入れました。5分で入れてやると思って。And memorize it in 5 minutes. I know, right? He's gonna learn it, yeah. Dang, that is so awesome! I mean, come on, he's not a professional for nothing. Okay, Sky. Oh my god, Sky High looks so. Oh my god. Oh my god.I really hope I don't have to put a filter over this. I mean, I know I'm gonna put music on top of it, but I hope I don't have to put a filter. Oh! Oh! Am I gonna be able to see? Oh, I
love this. Oh my god, there's Tim! Oh my god, okay, Ryoki. Let's go. Okay, shit though. So though. They're so cute. そうなんですよね。宿舎に戻ってからちょっとやらないといけないなと。ここではここではちょっと無理ですね。一回切り替えないと、もう完全にそのあのそういう審査とかそういったことをこう、yeah. できる状態で完全になくなっちゃってるから、ちょっと一回本当にしっかり切り替えて、なんか。ちゃんとお伝えするようにしないと。They had so much fun. They did.
Be Free is such a good song. 合宿す来る前の時より10倍は音楽への愛が深まって、みんなもすごく音楽に対しての意欲が高まったと思いますし、合宿の全部が出せればなっていうか、その即席の技術っていうよりは積み上げてきたものが出せるようなステージにしたいと思ってたので、今日はそれがすごく自分の中でも主観的ですけど、やれたような気もしたので、11人で、パフォーマンスすることが本当にもうこれが絶対、最後だったので、本当に出会えてよかったし、夢とか同じ目標を持ってる人たちと出会えて切磋琢磨し合える環境って本当に僕はないと思ってるので、すごいレベルの高い人たちと競い合うことができて、あとは一緒に本当にチームを一緒に組んで一緒に同じものを作り上げることができて、すごい濃い合宿だったと思います。Oh my god, that was so good! Oh, I'm so ready for the next episode. I'm kind of scared. Well, I already know who's in B first. I mean, yeah, I already know who's in B first. But still, like, oh my god, every time somebody has to leave, it just hurts my heart. But I do know that everybody here right now is in BMSG, so I think I'll be able to handle it pretty well. So, oh lord.I'm okay. But this has been amazing. Sky High, I say this every time. He's incredible. He's really incredible. He really is. All of them, you could tell how much they had fun and how they really came together for that song. Like, it was just perfect. It really was. Oh my god, that was amazing. Oh, it was so good. Anyways, I will catch you guys in the next one.